春うららそれ <laughs> 気持ちいい季節にやっとなってそうですね国内を飛び回っているらしい<え>法輪先生 <laughs> お仕事の関係で <laughs>、はい、あのちょっと全国各地をちょいちょい飛んでたんですけどその前乗りっていうかちょっと先にねちょっと行くのがあったので、うんでちょっと大阪に行って。うん 僕、まあ、ほら実家は神戸なんでちょっと親に顔を出してっていうのもあったんだけども、うん、この前あの世界最大の IMAX を見てきたんで、うん、じゃあ日本最大を見ましょうということでエ、うんえー、キスポシネマというです、ね、昔のいわゆる万博の会場跡地に今エキスポシティというですね施設があってララポートとかと一緒に建ってるんですけどもでその一応日本で今一番大きいスクリーンだそうなのでじゃあそれを見ましょうっていうんで。 見てきましたが、タイミングはね、ちょっと、うん、微妙つたへんんですけど。 まず『スター・ウォーズ』がほら3月25日で終わっちゃうっていうのもあるしあと今やってるのはもう1個「安脈瘡」っていうのは「オデッセイ」とていう、はい、マトデーモンの映画だったので、はい、まあその両方見てきましたけども、うん、大きいですねやっぱりねその東京のなんかいろんなところで見てるのよりははるかに大きいんだけどもでもまあやっぱり世界も見てるからまあそれよりは一回りやっぱりちっちゃいよねっていう<あ>ただあのすごい画質はもしか僕は専門家じゃないからあれですけども、うん、画質はあの大阪はいいですね。へー はい、ソニーの 4K のプロジェクターを使ってるそうなので大変画質は 3D をよほど見ましたけれども非常に良かったと思いますね。えっと普通に見ると2800円ですかね、うん、ちょっとまたチャンスがあったら大阪で今度ちょっと見たいなと思うんですが計算したたらら何回見たんだろう <laughs> よくわからない <laughs> でもね映画館で見てる回数は「スター・ウォーズ」の方が多分多いだろうけど「はい、オデッセイ」を見てる回数は飛行機の中がカウントされるので。うん ものすごい数見てると思います。<ー>ちなみにえっとまあ映画このね僕は毎回こういろいろ映画のお話をしますけれども、はいえー、3月25日から、うんえー、バットマン対スーパーマン、うんえー、が始まります。これはあのぜひアイマックスシアターでぜひ皆さん見ていただきたいのと、はいえー、エキスポシネマは、えー、前アイマックスの指導ニーの時話しましたけどあの比率が縦長というか1.43対1の、うん 画像を見れるそうなので、うん、ぜひ皆さん、えー、映画館に行っていただいてです、ねうん、見ていただけると、はいはい、いいかなと思いますので以上今週の映画でした王林隆之の「ケのタイしようぜ!」。 今回ご紹介する端末はトリニニティニュアンスネオまずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 141mm 幅 74.2mm 厚さ 11.3mm 重さ 150g5.0 インチ HD 液晶 1280×720 ドット OS Windows 10モバイル搭載 CPU クアルコムスナップドラゴン6 1 7 m s m 8 9 5 2 1 5ヘルツオクタコア内蔵メモリーロム 16GB ラム2ギガバッテリー3 3 5 0アワ、ah、ー オーートフォーカス対応、有効1300万画素カメラがメインサブは500万画素マイクロ SDXC メモリーカード対応となっております。す今回はすっごいおしゃれな端末の登場ですなんとアクセサリー会社さんがスマートフォンを出したとか詳しく説明してもらいましょう。 携帯ピックアップです。今回はこちらの端末です。トリニティニュアンスネオということで Windows 10モバイルですが、はい、そして後ろをちょっとご覧いただきましょう,こう独特のこのデザインがですね、はい、いや最高におしゃれでございますよ、ねはい、アクセサリーメーカーとしてよく知られているトリニティさんが、うんえー、今年の1月に販売を開始しました Windows 10モバイルの、えー、スマートフォンということで、はい、市場では大変人気でまだなかなか最初はあの すぐご紹介したかったんですけど 2>,、うん、2月は実はですね手に入らなかったっていうのがあってですね人気で、ね、そう人気なんですよでまあ,あのそ,うそういうのもあって<ん>そろそろ手に入りますかっていうのは、はい、潤沢にそろそろ入ると思いますよってんでじゃあご紹介しましょうってことで入入まあご紹介することにしたんですがはいまずトリニティという、はいえー、これアクセサリーメーカーってことはですよ、うん、アクセサリーなんだ 簡単に言うとスマートフォンの、はい、例えば iPhone とか iPad とか、うん、Android で言えば e x p r e とか Galaxy、うん、とかこういった、えー、スマートフォンのアクセサリー、まあ、あと Mac 関係とかもやってたりするんですけども、はい、アクセサリーのメーカーさんとして。 まあ知られているカバーもあるし、うん、あのシンプリズムというブランドなんかはよく皆さん知っていると思いますけども、うん、多分ね iPhone を使いのことだったら多分、まあ多分どっかしらのショップで必ず見ているとそこのトレンティさんの商品を見ていると思うぐらい<ー>ちょっとおしゃれ系のアクセサリーでは大概、うん、必ず出てくるぐらいとと知られてるとこなんですけども、うん、そんなアクセサリーメーカーがどうして Windows10 モバイルに来た このれはいろいろなかなかちょっと面白いところで、はい、まずトリニティさん今言ったようにトリニティさんのアクセサリー、まあ、いろんな、ね、ギャラクシーとかエクスプレイもやってるし、うん、マック関係もやってるんだけども実はやっぱり主力はやっぱり iPhoneiPad、うん、なんだけど、まあ、iPhoneiPad ってやっぱりそのまあ何でしょうプライベートユース、まあ、iPad はちょっとまあビジネスも入るかもしれないけど、まあ、プライベートユースが多いと。せっかくそのトリニティさんがいろいろ出してるアクセサリーも、うん、ちょっとそれ以外の人ですね iPhoneiPad の人以外の人はなかなかやっぱり、まあ、当然アンドロイドはまあ メーカーさんがもっとねまた多くて機種数も多いからなかなか届かないじゃんっつうのもあってでもう一つはまあ Windows Phone っつうのは Windows 10モバイルってやっぱりビジネスユース結構有望ですよねとこの前からフリーテルさんのとかバイオフォンとかいろいろご紹介はしてますけれども非常に法人向けビジネスユースが有望であると。じじゃゃああやっっててもいいんじゃねえのっていねのののうでまああの やっっててみましたっていううお話だそうです、うん、でもちょっと最初の今の感じやってみてもいいんじゃないのって言ってアクセサリーメーカーさんがで、うん、できるものなんですかこれは、ね、ってなっちょっと今日ごしょ、まあ、お話をしたいと思うんです、はい、まあそのトレンディーさん社長の星川さん何度かねもうお話しさせていただいたんですけど、えー、まあ結構よくさすがもうよくお分かりでございますって感じで,でもう一つなぜそうなのかっていうと、うん、まあその星川さんに教わったのも他でもいろいろ伺ったことがあるんですが、はい、スマートフォンって昔はね 作るのはやっっぱ難しかった、うん、そんな簡単には作れない、うん、ないんだけどもやっぱり今その、えー、いろんなその会社がスマートフォンを普通に、ね、出すようになってきて例えばいわゆるパソコンのメーカーとかその電話のメーカーさんじゃないところがいきなりなんか売ってたりするじゃないですかここ数年はこの番組でご紹介した中でもそういうメーカーあるんですかみたいなところもあったと思うんで,、うんうん、で要するにたくさんいろんなところが作れるようになってきたってことは要するに大元を作る、うん、ODMOEM のメーカーさんというのはやっぱり実は たくさんあるわけですよ、うん、Windows に関して言うと実はマイクロソフトが中国の ODMOEM のメーカーさんに Windows 10モバイル広く言うとウィンドウズフォンというべきかな i n d o w s 10モバイルとか i n d o w s 10のタブレットとかを作ってもらえるような、まあ、簡単に言うとそのだろうコミュニティと言っちゃ変ですけども、まあ、要するにいろんな情報をこうコントロールしてくれるような環境を作ってると。 だからそうすると、うんまあ、日本のメーカーさんが例えば Windows1010 作りたいなと思うと、うん、まずそこにコネクションを持っていくと、うん、もうこんなメーカーさんとかこんなメーカーさんでこんなふうに作ることかできますよ,ますよ、ね、いう風になってくるんで、うん、じゃあこのメーカーさんはどうですかといろんなとこと交渉今までだと知らないでいきなりなんか深圳に行ってもう片っ端から店に当たったみたいなの,だったのがある程度そういう意味で言うと作れるメーカーさんっいうのが存在するってのは分かっているのとまあそこはマイクロソフトさんも一応手助けをしたりとか、うん、あともう一つはアクセサリーの メーカーカさんっていうことは逆に言うとそういうところでどういうふうにスマートフォンが作られてるか分かってるからこそそこに行ってこういうふうにオーダーして作ります。 まあだとは言ってもやっぱり変な話ですけど、その保護フィルム一枚作ってるのとはわけが違う。側の方と中身の方の違いもですね。えらい違うので、もともお金もすごいかかるわけなんだけどそこをチャレンジしましたっていうことなので、その中国にあるようなそのまあいくつかの O D M O E M のメーカーさんの持ってるものの中から、まあじゃあこう彼らの中のこれとかこういうとこを使ってじゃあ作りましょうって話なったと。コネがあるっちゃ変ですけどマイクロソフト経由でそういうマイクロソフト経由という言い方変だけどまあそういう意味ではまあルートが があるとというここなのでそこが1から全てを開発したわけじゃなくってある程度じゃベースがあるって考えていいんですかこ,これとか。と言いたいとこなんだけども<の>ハーードウェアのベースは多分あったと思うんですだけど実は結構これは例えばバッテリーの位置とかを持ちやすさを考えて位置を変えたりとか<ー>実はねものすごい作り込んである。 どういうふういに持ったらいいとか、ね、デザインも含めてよく分かってらっしゃる、うん、のでこういう形でうまくまとまってきたっていうのはちょっとこう今までのスマートフォンとはちょっとちゃいますせっていうところはあると思うんですナル完全にそうだと思いますこんなん他で見たことないですから、うん、もう誰がどう見ても完全オリジナルでしょ っていうもまあ多分いろんなアイディアが詰ま,まってるんでそれを今日ち,ち,ちょっと順番にご紹介しますけれどもま,、はい、まずデザイン、まあ、こう見ていただくと分かるんですけども、うん、実はこんな感じのまあだから最近のスマートフォンにしてみるとちょっと分厚めそうなんめでねこれもいろいろこうあって開発デザインをする上で実は今の薄さ追求の路線っていうのは本当にお客さんにとってユーザーにとって便利なのっていうところがどうも 発想がいろいろあったようでへぇーこうやって聞いた時にそうだよねってちょっと思ったところがあって試しに僕は使って iPhone を持ってきました激薄に見えますが薄いですねそこそこ薄いですじゃあここに置いてあるとしましょう取りにくくない角から取るよねだからなんかこんな持ち方をしないと取らない上下から取るよねだけどこれ置いてあるの見てると分かるんですけど厚みがあるんで普通に手で持てるんです確かにそうね薄い端末って確かにまあ 言ってしまうと、まあ、まあ胸ポケットに入れても平気です薄くて邪魔になりませんよって言ってるけどこうやって持つのはいいけどでもじゃあいろんなところに置いてある時にこうやってパッと取るときにっていうのはあるわけ、うん、もちろんだからこそみんなカバーつけたりはするわけだけど、うん、まあそういうことを考えて無理にその薄さばっかり追求しなくていいんじゃないのっていうのが、まあ、実はこの形その えバッテリーの位置とかも含めてバランスを少し考えて持ちやすくて、うんえー、手に持った時にちょうどいいバランス感覚で持てるようにということで作ってるというところですと、はいはい、でまあいよいよ本ちゃんの,そのメインの皆さんお気になされてるこの、うん、ここに行きましょうかって話なんですけどこれ見て頂くと分かるんですけどこれ上下別々なカバーがついてます。はい 上のカバーこれ2トーンなんですけども、うん、トップカバーボトムカバーっていうんですが、うん、実はこのカバーが交換できます、うん、で、交換できるんですけどちょっと今僕は交換を開けていますけどもこんな感じで外れますムが入ってちなみに持っていっちゃうとこっちで,でこれをこういうふうにつけてけ、ね、今開いてないですけども、うん こういうふうにつけて、そうするとかできますと。このカバーっていうのは実はそれぞれ上と下で八種類ずつあります。合計六十四パターン、八かけ八だからね。八と八ね。八かけ八だから合計六十四パターンあります。これを自由に組み合わせて皆さんお使いいただくことができるんですが、じゃあこの問題はそのカバーのところをちょっとお話しましょうということなんですけども、具体的にどういうふうになってますか。まず一つはゆきちゃんの持ってるこれ。 スウェードですよね。スウードの素材なんですけど、でこれ当然上下それぞれあるのと、全部の色があるわけじゃない。スウェード実はこんな感じですね。こっちの濃い色もあります。これは下につける方ね。これは下につけるやつです。だもちろんこれの上この色の上のやつもある。もちろんこの色の下のやつもあるんだけども、このスウェードこれなんと東レのウルトラスウェードっていうええまあちょっと有名有名な素材です。多分触った感じで多分ゆきちゃんわかると思うんですけど。 車の内装とかによく、うん、天井のはい、はい、あんな感じです、うん、これままず2種類あります、はい、でちなみに上と下でいうと上っかがまあ穴が開いて加工したりするんで、うん、1500円、うん、下かはこういう形なので、まあ、別に穴とか開いてませんからこれは1400円、うん、それから次、えー、っとこの。 木目これ、はい、テナージュっていうあの商品でゼロワンプロダクツという会社がやってらっしゃるそうなんですけどもこれも実はこの2種類の、まあ、これ当然上下の方は逆があるわけですけどもうん、うん、でこれ実は開発するときにこれそうですねこれ外してみてもらった方がいいかなこういう形でこ,れ、ね、こうか木なんだけども、うん、裏側はこんな感じで、まあ、ニュアンスのロゴも入ったりするんですがうん、うん、樹脂なんですよ。 木を本当の木を貼り付けて貼ってるんだ。これを作る時に最初は中国とかで生産しようとしたんだけど、綺麗にできない。で、日本のこういうその木をこうやって曲げて貼る技術が日本にあるそうで、そこに頼んで作ってもらったそうです。こだわってる。もそこだわってるんですよ。こういうのがありました。で、これもこれちょっとお値段が高いので、えっとまあ千六百円でこのなるんですけども、えこれありますと。 で、続いて、これは結構お気に入りなんですけど。ええ、これ、これ、僕もちなみに本物を使ってるんですけど。お。わかります。なんだこれは。これ、あの。なでしょう、スポーツ用品とか。あと、靴とか。普段よく、こう。触ったことがある材質だと思うんですけど。クラリーノです。ああ、ランドセルも。そうです。はい。カバンも。はい、クラリーノさんのクラリーノが実は四種類。 あ、うん、ありますんでます、あ、でこれも上1500円下1500円でこれ当然らりなんで、まあ、汚れにも、まあ、要するにまあランドセル説明と同じなんでちょうどタイミング的にいいと思うんですけど汚れないし拭いたらすぐ綺麗になるしっていうんですご、うんうんうん、いまあそれができます、うん、まあこれを自由に組み合わせてできるので例えばさっきまで木目のあとにこんなイメージ違うものを作れたりとかできると。全然違くなったゆきちゃんのも今これで、はい これでグレーでこうやってねグレースウェードとブラックになってるんだけども、うん、仕事用なんでそんなに派手ではだめですっていう話でじゃあもう本当にブラックブラックで、はい、真っ黒黒スケにしてみましたみたいな感じでしたりとか、えー、ちょっとじゃあ今度は下っ側をこうかな、うんうん、こういう形でじゃあ下っ側をスウェードにしてみましょうみたいなこ変わりますね っていうことができます。まあ自分で気に入ったのを複数持っていただいてで使っていただければいいのかなということで、はい、えになってます。はい、でこれだけだとやっぱりこれねやっぱり、ね、アクセサリーメーカーささすがだなと思ったのは、うんうん、ちゃんとこういう手帳タイプが用意されてます。おこれしかもまた木目だ。でこれがまたすごいのが、えー、曲がってるここなんです。<ー>この後ろのさっきのこの背面カバーを外していただいて。うん それでここにはめていただくっていう格好になります。はい、木目もあるし、うん、こういうクラリーナのやつもあるし。で、当然こう使ってる時に、こうカードも入るし。本当にやっぱアクセサリーメーカーの強み。かもさすがだな。すごい。これよくできています。高級、高級、この手帳、はい。こんな形でできているんですけど。うんうん、まあ、これ、あの、今スエードとか、いろんなこのタイプありますけど。うんうん、これ、あのー、まあ、これ。木目もいいなとか、スエードもいいなとか、クラリーナもいいなあと思うんだけど。やっぱり、なんか。 ね、アクセサリーメーカーニュアンストリニティさんが全部作るっていう格好で普通はやりそうなもんじゃないですか、うん、この辺がねなかなかね気が利いてるっつかうか、ん、頭がいいっていう思ったんですけど、はい、実はなんと、うん、このカバーを他のメーカーさんが作れるように、うん、なんと 3D データいわゆる CAD データを公開してます。うん、でも作ってくださいと、はい、そこはもうこのこれ用に、うんまあ、もちろんだからまだね台数償そんな多いわけじゃないんで、うんまあ、例えば iPhone とかそのギャラクターみたいに。 何,何百万台とか出てるわけではないわけだから、うん、大変なんだけれどもでもそういうものを出してくださいということで実はデータを公開してますで実は TRINTITY、えっと、さん以外のメーカーさんからも出ていて黒光を ワニ革みたいなやつとか何種類か実は出ていてトリンティさんのホームページの方からも買えるようになってるんですけどちなみにお値段がわなんでゴンと上がってですね01個変わるんで1万7800円とかするでもそれでもやっぱちゃんとお金を求めになれる方いらっしゃるそうなんでそういうのがありますそんな感じで早めのカバーですごく遊ぶことができるっていうのが結構ポイントとしてはかなり高いかなっていうんですが非常におしゃれにできてとて。 あとはまあその他外観のところで言うと,えっと底面側下かちなみに右側面はこういう形でまあ音量キーと電源機、背面側はカメラねでお尻のところこれはあのイヤホンそれから反対側は分かりにくいんだけどこれあの差し込み式であのストラップがつきますここの端子このライブ接続端子ですけどこれは USB タイプ C 要するに。 どっっち向きでも入るっていう例の新しいタイプ C が使われていると。るはい、で、えーまあ、ちょっとざっとスペックのところ言っておくと Windows でもあるとしてはまあまあミッドレンジぐらい、うん、そこそこ。 いいスペックだと思いますが、はいえー、スナップドラゴンの617ラムニーがロムユジュロさっきゆきちゃんが読んでくれた感じなんですけど、はい、まあ大体ミッドレンジクラスだと思ってディスプレイはちなみに5インチの HD なんですけど、うん、まあそのボディのサイズから考えればまあちょうどいいサイズなのかなっていう気はするんですが、うん、ちなみにいわゆるディスプレイはこう少しこう傾けてみてだくと思いますいわゆる角が落ちてる 最近の流行りの 2.5D っていう言い方をしますけども k a d が、えー、局面になってて、うん、ちなみに防止紋のコーティングもされてるんで意外に指紋の跡が表側には残らないと、うん、機能としては、まあ、そのスナップドラゴンの6 1 7なので、えっと、実は Windows モバイルの、うんえー、この前バイオフォンの時にもご紹介しましたけども対応と、うんうん、いうことになりますこれはあのだからバイオフォンビズも対応だったっていうことですも 発売もこっちが先あそうなんだバイオホンビズはまだ売ってない、はい、なんとこれ、えっと、多分動作したのはおそらくこっちが先先行なんですねで、えっとまあ、今日はもうちょっと前回ねコンティニアムはデモやりましたんでもう今回やりませんが「はいはい、スナップドラゴン617」でコンティニアム対応を最初にやったのは、うん、多分ニュアンス電話が一番最初うんそれがもう日本って話じゃなくて多分世界でおそらく、うんうん おそ、まあ、らく最初ではないかと言われてまあちょっと裏が取れてないんで分かんないんですけどもおそ、うん、らく最初だろうと言われていますコンティニアムはまあ言ってしまうとこれがまあきっかけに、うん、かっちゃいんだけどこれがスタートで、うん、まあ各社これから追っかけてくるという格好になってますとそれからあと対応周波数ですが、えっとまあ、基本的には国内の携帯電話会社のまあ主要なバンドは一通りえっり、とはい、ソフトバンクさんと、えー、ドコモさんのネットワークに関しては 対応しています、うん、それから APN に関しては主要なあのいわゆる MVNO さんなんかの、えっと、APN は全部あらかじめプリセットされているので、はい、リストから選ぶだけで簡単に使うことができます、うん、でちょっと実際に見せておくと、まあ、今回ちょっと IIJ み o さんのシ i ムを入れたんですが Windows 10モバイルの設定画面の中のネットワークとワイヤレス、うん、から携帯ネットワークと SIM、うん、でずっと下へスクロールしていって SIM 設定をタップする。うん そのさらに下へ行くとここにまあえっと携帯電話会社の設定、<て>携帯電話ネットワーク接続プロファイルってなてますけど、うん、まあこれ今 i i g m ジェが選ばれてるんですが、ここにもうダークネットともう山のようにこうもう有名なところが全部ビーモバイル、ビビエキサイト、ビッグシム、ビッグローブ、DMM、うん、えドコモ、うん、モペラネットからもう全部入ってる。もうあのみんな入ったハイホーからマイネオから。 みんなな入っているとということなので基本的にはここから選んでもらえれば、まあ、簡単にセットアップができますんで、まあ、非常にに、えー、初めてての人にも安心と、うん、そして隠し隠技です実はですねあの背面カバーのところなんですけどもあのこれ背面カバーは何のためについてるかっていうとこれはあの多分ね iPhone のユーザーの人なら分かると思うんですがお財布携帯、えー、あるいはそのなんだ、えー、モバイルスイカ まあ皆さんあの僕なんかは電車乗るのもモヤリすぎてベッド乗ってますからところは iPhone の人はそれができないじゃないですかうん、うん、でねフェリカ使えないとか散々言われてしょうがないっつうんで実はあのアクセサリーにこう、うん、iPhone のこういう背面にパカッとつけるカバーにスイカを入れる、ね、ポケットがついたやつがあったりするじゃないですかで、まあ、まあ言ってしまうとそれがこういうののポケットもきっとね同じことだと思うんですよここにまあね,ね T, T カードも入れてとかいろいろあるじゃないですか。 ね、ボケット最初からついてるんですよここに何ができるかというと実はこの中には NFC が入っているのでうん、うん、じゃあなんかちょっと面白いことできるんじゃないのってんで実はここに今入れますけどもこうやって入れますとピッタリピタリで,、まあここ今ま,ね、でまあちょっとねんとはもう上っかもカバーつけるんだけどでここでカードを入れてもらって、まあ、もちろんこれであの かざせば別にポケット代わりになるので普通にこうスイスは別に使いできるんだけどそこだけじゃ終わらないこれはあの既にもうえっと Windows10 のストアの方で公開されているんですがえっとね野久馬さんっていう方が開発したクマリカですねフェリカの 下の理科の部分と、のまあノブさんなんできっとまあクマもしくはクマって言うんですけど、クマリカっていうアプリが実は今公開されてます。それをやると起動するとどういうことが起きるかつとこんな感じになりますと。本当だ。これちなみに今スタッフの持ってるスイカをそのまま入れちゃったんで残額が1551円あるそうなので後でなんかコーラでもごさしてもらおうかなと思う。なるほど。っていうふうに言おます。はい。 で、おそらくこいつこれちょっと僕は試してないんで分かるまですけど多分このままこの,した状このつけた状態でまあ多分かざしてもスイカのカードをただかざしてるのと同じことなので、うん、そのまま電車も乗れるでしょう,うん、うん、ということなので、うんうん、ちょっと従来の iPhone の上に何か無理やりカードだけこうあのポケットに入れてたのとだいぶ意味が違って違<う>これはちょっといろいろできんじゃん、はい、で、今回はこういう形でやりましたがちなみに僕もえっとこれをテストするので、うん、あのこの楽天さんの AD をこの前ちょっとあの。 まあで配ってままますんであのたもらってやっぱり入れてみたらちゃんとまあ残高ゼロ円って出てきたんで「えめんちゃん」とか思ってこれはその延隈、えっと、さんがやってるそのくまりかなんだけどもゾ、はい、リンティさんの方でもいろいろこれを使った、うんえー、この NFC のこのポケットのところを使ったいろいろこう。 お楽しみを今準備しているようなので、それをちょっと待ってもらうとさらに楽しめる世界があるのかなと。面白い。だからカードが入るような背面のデザインも含めて、すべてトータルできちゃうってことが、そうなんです。アクセサリーメーカーの強みでもあるかもしれない、ね、そうなんです。やっぱりね、だからスマートフォンをお客さんがどう使ってるかとか、うん、どう使ってくださいあのね、使ってるかってことも知っているのも大事なんだけど、はいはい、実はやっぱりね、ここが違うと思うのは、うん、使ってください。こう使うと。うん 便利でしょっていうことが言えてるのがなんか僕はすごいなと思っていてデザインもいいし非常に気の利いたあのんか決して外にはピッとつけない気の利頭やっぱいいですねっていう感じで僕は受け取りましたというところでございますそして機能チェックですえ機能チェックですがえっとここはやっぱりちょっとね今のね Windows でモバイルの厳しいとこで w i f i の簡易設定とか着信拒否電話等はありませんのでこれはまあとりあえずアプリでアプリが出てくればそれで対応ってことになりますね ただアプリが、ね、ユニバーサルアプリがそんなに多くないのでここら辺の環境はなんかやっぱりそのマイクロソフトとしても Windows.10 モバイルの端末がまあ普通に考えても ね、何種類か出てきたんで、うん、そろそろちょっとそういう情報を一般ユーザーが使うための情報のサイトとかまとめてほしいなって気がするんですが、えー、ちょっとそこら辺はまだ課題が残りますというところだと思います、はい、でもまあやっぱり何つってもやっぱりこのね2トーンのこれは相当僕は面白いと思うし、うん、あのかなり楽しめるんじゃないかと、うん、まあこのポケットも相当面白いと思うんで、はい、ちなみに問題を売ってるところが そうですよちょっと変わっていてアマゾンさんとかでは普通に買えるんですけどもあとトリンジィさんのオンラインストア。 であと伊勢丹で実は売ってるそうなのでヨドバシカメラとかビッグカメラとかは今のところ売ってないそうなので、まあ、これから扱うように、ね、扱わせてくださいっていう話が出てくるのかもしれないですけども現状ではそういう形になりますのです、えーまあ、ちょっと量販店さんとかもはではなかなか今のところ、ね、出てこないので、うん、あと蔦屋家電さんも二子玉がにも置いてあるはずなので、うんはい、ちょっとぜひ皆さんあの東京の近くの方は見に行っていただけるといいのかなという感じでございます。ははいいいそしてズバリところ悪いとこころろ悪です、はい <laughs> それではつばりいいところ悪いところです。まずはいいところからいきましょう。首から下げてみた。おお、本当だ。ではいいところです。じゃん、えー。楽しめるデザイン、そして持ちやすいサイズ、えー、ポケットは面白いかもということです。はい、今日ご紹介した話になりますが、はいえー、まああのサイズも含めデザイン、まあ特にデザインに関しては本当にあの。 細かいいいとところまで行き届てる思よく考えてんなっていうのと最近のスマートフォンで持ってて嬉しいなって思うのはちょっとなんか久しぶりに来たかなって感じがするのである意味新いやもう非常に新鮮ですねデザインも楽しい持ちやすいし今日ちょっとだけポケットやりましたけども背面のポケットいろいろ使い方がありそうなのでこれからどういう展開になるのか分かんないですけどもまあ以上に楽しみなものな感じですはいいでござまそして悪いところいきましょうはいでは 丸い,いところっつわけじゃないんだけどうん、うん、全然いいところなんだけど <laughs> そうか A コークルの背面カバーに迷う USB タイプ CWindows、はい、10モバイルここはどう何、うん、て言ったらいいんだバツバツというかね引っかか普通の人でも引っかかるとこかなっていうのと <laughs> まずねこの3つ結構重要じゃないですかいや大変重要なんですよ,ですよね,ね大変重要なんですけど、はい、例えばちょっとこれ今あのー、えー、これちょっと今。 そのトリンティさんの,このニュアンススストアア、ねうん、ニュアンスの,このトップページがあるんですけど、はい、こんな感じで出てくるわけですよでこれ実は最初のこのカバーが付いた上下カバーを組み合わせた状態で実はもう先に言ってるんですよでちなみに本体のお値段はですね、うん、カバーが付いた状態で4万2700円で、うん、税込みにすると4万6100円。 16円なんでですすけども、はい、この状態で1個買いますできっとそれだけでは我慢,し我慢できないんで大体みんなカバーをく <laughs> 別個に買うわけですよで。それで5万円ぐらいになるんですがそれはもうそれでいいと思うんですが、はい、まず最初の色は結構すっげえ悩むんですよ。あのー、基本ね スタートね何にしようかなと思って結局僕は今こういう状態で買ってさらにプラスアルファでカバー買ったりしてるんですけど最初は結構すげえ悩むのでこれは贅沢な悩みだって言われもそこまでなんですがいやその通りじゃないですけどでもう一つは USB タイプ C はちなみにこういう付属でケーブルが付いてきますこういうやつですでタイプ C はこっちがこうなんでこんな要するに毎回よくこれはやりますけどもこっち向きに挿してもいいし 反対向きにしてもいいですよとで反対から USB ですから、まあ、普通に、えー、USB の AC アダプターとかがあればもうそれで充電もできるしもちろんパソコンとつなぐこともできますということで、うん、全然困らないですが、うん、まあそうは言っても、うん、タイプ C はやっぱりそんなにメジャーじゃないので <laughs>、ね、そうすると何が起きるかっいうと、うん、例えばこの前も出張行ってホテルとかに USB のかにこう U S B の ケーブルがマイクロ USB のケーブル出て,、ね、出てるわけですよ。はいはいはい」っって普通にこう普段のこうなんかアクロスのとかをベッド挿したりして入って充電できたと思うんだけど、うん、これ充電する時ってやっぱりそれできないわけですよ。もちろんこれを持っていけばいいんだけど、うんうんうん、この人毎回持っていかなきゃいけないっていうことになるう、ね、もうちょっと手間がかかるっていうのもあって僕はどうしたかってえう、っとこういうですねマイクロ USB からあのこ,っちこっちマイクロ USB ね。マイクロから そのタイプ C に変換する変換アダプターを僕は買いましてこれをカバンに今入れてますけどこうこう結局変換アダプターがないとダメじゃんっていうところがまだまだこれからかなっていうところですねただこれはそういう意味で言うと先取りしてこれを採用してるわけなのでま仕方がないことなので問題は USB タイプ C があんまりまだやっぱ売ってないのでそこはちょっとまあ Amazon とかで買ったりとかまもちろん 本来このケーブルが付属してるんでこれだけあればいいんだけども、はい、本当は何か変換のやつも何かあるといいなっていう感じがすので、うんで1一一本持っていただけるといいかなとで Windows でもありに関してはもうこれはあのどっしかしたらトリニティさんというよりはマイクロソフトに言うことでまあこれだけ端末がそろそろ増えてきたのもあるしこんな面白い商品が出てきてるんだからもうちょっとなんかマイクロソフトとしてそ法人法人とか言ってないでコンシューマーが楽しめるようになんかこういろいろやりなさいよ <laughs> あんたみたいな感じのところなので最後は注文ですね <laughs> いやそううでしょうだってね、ね <laughs> だっゆきちゃんはいじゃあこれ、Windows10 モバイルです明日からあなたスマートフォンこれに入ってと言われたらできません格好はいいけどやっぱり一般ユーーザできませんすぐには、ね、すぐにはやっっぱりちょっとなかなか行かないで、ね、パソコンの人はいけるだろうけどもちょっとやっぱり慣れてないと,とかなんか見ようと思う人がないとなかなか難しいなって、うん、まだユニバーサルのアプリもそんなに多くはないので、ね、いろいろ物足りないところはありますけど。ただ 最近多分スマートフォンを触ってる中でと最も楽しめる環境だと思いますぜひ皆さんもお店に行ってお店も伊勢丹さんとか津田屋家電さんとか行っていただいてちょっと見ていただけるというそうですだいぶ違いますよこれ持ってるそうだいぶ違いますよ皆さん持ってるイメージがぜひ Windows でモバイル入門としてぜひお楽しみいただければと思います。はい 今日はですねニュアンスを、ね、お届けしましたけれども、はいえー、その中でも出てきましたが SIM フリーのスマートフォンやタブレットを選ぶ時は対応周波数<お>、まあ、バンド、はい、これ大切だと必ず、ね、あのお伝えしますね,すね、はい。今日は国内で利用する上で知っておきたいバンドこの対応周波数についてちょっと掘り下げて。うん 詳しく教えていいいいたただきたいと思いますはい、今どこも au ソフトバンク、まあ、もう y m o ルはもうそのソフトバンクの一ブランドになっちゃったんでもうみんなまとめていいにしますけどもここからして3社はそれぞれその周波数の割り当てを受けて、うん、そこで電波を出してるとっていうことなので。 どのの周波波数に電波出していいるかっていうのはまあ分かうはらないまま使って普段今までだったらソフトバンクの端末は当然ソフトバンクの周波数に合った状態で出荷されてるんだけどシムフリーだとどれに合ってるかが分からないもちろん通信方式の問題もあるじゃないですかだから対応周波数っていうのがどこになってますかっていうのを必ずチェックをする必要性がありますよ、はい、ということなんですけどもでこの周波数のことをまあ周波数帯のことはよく,よくバンドっていう言い方をしますんでまあバンドバンドって大体海外行くそうですねグローバルな端末この前のあの MWC の時に、えー、サムスンとか LG とかソニーとかみんな発表しましたよね、うん、新端末をね。場いうの、ん、ってスペックを見るニテ必ずもうバンドいくつって書いてある、うん、で今日ご紹介したそのニュアンスでも、えー、ニュアンスでもバンド13891928と、うん、国内の主要バンドに倒せると。うんうん、でじゃあはいゆきちゃんバンド19対応だから安心ですからって言われてもはって思うんですよ。分かないよってこともありますんで、はい、じゃあこれは分かんねえよって話なんで。 えーまあ、LT のバンドに関してはちょっと表をですね、はいはい、まとめてみましたこんな感じになってますと、うんでまあ、今使われてるちょっといくつかもう重なってるものとかもあるんでちょっとまとめてるところもあるんですが、まあ、簡単に言うと13811から18と26はほぼ同じで1921284142とバンドがありますとそれぞれ対応する周波数は1が2.1で 3ががっって順番なならないあたりがもう厄介だったしか,かんないでしょちなみにさっき言ったそのニュアンスネオは LTE で13891928に対応してると。だからってことは1位は2.1位だら <laughs>、うん、3は1 7七0メガだから8位は900メガで九<が>はこれ日本も関係ないです。<laughs> はい、で19と2819は800メガ。で は簡単に言うと一番真ん中のこのドコモの列で当ててみるとドコモの丸がついてるとこは一通りカバーしてるということですでさっき言ったドコモの中でないので言うとバンド8はソフトバンクのいわゆる900メガそれからプラチナバンドっていうのがとこは実はもうカバーしてる。 au に関して言うと au もバンド1には,1には対,応対応してるんですが実は au はこれ LT って LT 単独で使わないでしょ LT と 3G じゃないですか音声通話まあボルテの場合はも LT いっちゃいますけども LT ボルテが使えないところとか他社にかける時は 3G 使うわけですから 3G にもネットワークが必要になるんですけど au の場合は実は WCDMA でなくて CDMA2000 ですと。 なので、うん、例えば今日のニュアンスニュアンスネオに関して言うと C-G-M には対応してないので、うん、A-U の指紋をっ込んだときはデータ通信しかできないと。じゃ通話ができないのか。うん、だしもう一つなしもう一つ言っちゃうと L-T-E も結局バンド1しか使えないので、うん、要するに2.1しか使えないわけですよ。うん、A-U の L-T-E の強いところとは実はあの800メガとかなので。 うん、そこはサポートしてないのでだから実は、えっと、この辺はトリニティさんあのちゃんとしてるなと思ったんですけどもニュアンスネオの、えっと、よくある質問と答えのところを見に行くと、うん、a のネットワークに対応してますかっていうと一応、まあ、バンド一は対応してるんだけど主要バンドは使,んでな使う対応してないので、ね、対応していません、うん、という言い方をしてると。と、うん、なところだとそういう表記をしますけれども、うん、であくまでもこれは合ってるか合ってないかだけの話なので、うん、実際にそこでその何 総合接続の試験を受けているか受けてないかっていうのはちょっとまた別の話。ちなみに、まあその今 a u の話が出たんで、ちょっとついでに言っておくと、こんな感じですと、えー、W.C.D.M. の方はこういう形になってます。ちょっと表記の方法が違うんだけども、バンドが一六八九十一とあります。えー、このうちドコモが扱っているのは一六九で、えー、ソフトバンクさんは一八から九十一と。うち一つはえっ、ー、とワイモバイルさんの。 で使えるよあ A に関しては CDMAN2000 を対応してるんで実はバンドの表記の場所が違うあの名前呼び方が全然違うのでちょっと、まあ、バンドクラスって言い方もしたりするんだけ、ね、どちょっと言い方が違うんですけども、はい、今800メガとン2.1が運用中と。と、うん、いうことなので w c d m に関してはそんなにまあ音声通話がメインなんでそんなに気にしなくてもいいと思うんですが、うん、l t に関してはちょっとそういう意味で言うと、えー、結構このバンドっていうのは少し 注意して、うんえー、置かないとダメとさっきの A ので言えばバンド1826は実はトニュアンスでは対応してないのでだからトインディさんは「対応ですよ」うね、ちゃんとまあ丁寧におっしゃってる、うん、ということなので。うん、でやっぱりシムフリー端末を選ぶ時はやっぱこのバンドの対応をどこまでしてるかもちゃんとチェックした上で買わないとダメですよね。 周波数のバンドの方をよく見てたと分かるんですけど、うん、一番結構大事になってくるのは、うん、まあ当然今 MVNO はまあ圧倒的にまあドコモの MVNO、まあ、一部 A はいますけど、うん、まあほとんどがドコモの MVNO じゃないですか、うん、そうすると何が重要になってくるかっつうと、うん、まあ基本的にはまあ今のタイミングで言うとバンド19 800メガその通り、うん、ここをサポートしてないと結構痛い。 えっと800名が使えないから郊外とか行った時にの。使えない,えない郊外に LT たくさん今、えー、使えるようにしてるところは基本的には使えなくなっちゃうんでバンド1の2.1ギガとか、うん、バンド3の1.7ギガとか、まあ、バンド3の1.7に関しては透明版だけなんで、うん、あそか他のエリアは関係ないですから,かかないからね。っていうのもあったりしてちょっとそういう意味で言うとここをしっかりサポートしてないとダメとで。ソフトバンクの場合は、まあ、あの一応まあ同じように え一番彼らとしては大事にしたいのはやっぱそのプラスチナバンドって言ってる900メガのところなんだけどもまあだからバンド8になるんですがただ問題はソフトバンクの MVNO って事実上存在しないに等しいのでまあ関係ねえかって話なのでまあ気にしなくていいわみたいなことな,でなのでなのでだから MVNO さんを使ってまあほとんどの場合はドコモでしょうからシムフリーの末を使うきはとりあえずまず注意しなきゃいけないのはバンド19。 から WCDM で音声通話も一応しなきゃいけないんでそっち側で言うとバンド6 8 0 0ルのバンド6を対応してるというのは結構大事なポイントになってくるのかなとこれもあのちょっといろいろ注意しなきゃいけないことがあって例えばこれ LT の方を見てもらうと分かるんですがソフトバンクの1.5ギガのバンド11、うん、これ「三角って書いて「かっこ予定って書いてあるじゃないですか。な えっと、今まで1.5ギガで使ってた WCD m を止めて、うんうん、LT2 を控えるって格好になるんで、うん、そうするとここに対応してここが使うようになりますって話なんですよ。これもすごくベーシックな話で言うと昔あのこの番組のスタッフの話でちょっと何度かしたことあると思うんですが古い端末マス長く使うってことは、うんうん、昔の周波数にしか対応しない場合があるようなんです。 長く使っても,もうこの,こ,のこ,のこの携帯ねもう私は壊れないからずっと使ってるのはもう7年目よとかっていうとだから新しい周波数とか実は使えない場合があるっていうことがあるのでそれは注意しましょうねって、うん、いうのが一つできるだけある程度のタイミングで買い替えなきゃいけないんですが、まあ、特に SIM フリーの場合は今日言ったような感じで、まあ、対応するバンドっのを一応チェックして特にドコモ系の場合はまずバンド19の LT、うん、バンド6の、まあ、WCDMA、うん、この2つが ちゃんとサポートされてればま安心して使えるかなと。あと一個だけ補足しておくと、はいえー、LTE の方の一番下にある3.5ギガ、バンド42、はい、これ三三社とも予定になっております。うん、なってます。 これもど,こど,こどこはもう発表しましたけどもはい今年の6月から順次各社スタートしますんで多分これに対応した竜巻はまだしばらく出てこないと思いますし無理は出てこなくてまあどこもで言えば夏モデルからだと思いますけれども3.5ギガンで広いエリアをカバーするっていうよりはなんかその人がたくさんいるところに向かって集中的にこう使う例えばその新宿の駅前のこの辺のエリアだけちょっと強化したいときなに容量を稼ぐのに3.5ギガンみたいなパターンになると思うんですが将来的に言うとこれもサポートしてるして、ね ないっていうのは多分シムフリーの端末を選ぶときにはちょっと気になるポイントになるかもしれないと。うん、バンドはどんどん変わっていくんだってこともぜひちょっと頭の片隅に置いといていただけるといいのかなと。はい、これは一応あの世界的に同じようにしてこのバンドの番号って呼び方を使ってるので。あ使ってるんですね。うん、これはもうじゃ世界共通。そういうことです。だから日本の持っている端末で海外のその通信事業者がどのバンドに対してその電波を吹いてますか。共通だ。共通だからもうそれをまあとりあえず当ててみればわかるということなです。ホイ、うん、先生全部アンキーるんですか。してないです。言ってたらってくるんです。や。 もう本当主要なところしか覚えてないです。でも19ぐらいは覚えておいて、まあシムフリー使う人を覚えておいていただ、いただけるといいかな。と思いますんで、まあバンドの話はとりあえず少し動く話なんだよってことも含めて。覚えていていただけるといいのかなと思いました。はい、ありがとうございました。さあ、ニュアンスね、お届けしましたが。これもなかなかいい話で、ぜひご紹介したんですが。パッケージ。これがパッケージ。これに入ってんの。そう。 えこれはおしゃれ、こんな感じで。そう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 。こう入って。そうそうそう。ちなみにカバー。うんカバー。おおそういうことですね。これまた開けてカバー入っててっていう。でこれはまたそのなかなか面白くてこんな感じなんか開いてしょでこれを出しましたと出したらもうこのこれ箱いらないやと思うじゃないですか。いらなくないんです。いらなくないんですね。これを取っていただいてこのこの中にこうスポンジ入ってるこれを取っていただいてこの うでここにこうやってはめていくとちょうど500円玉が入るようなサイズになってるんで <laughs> 貯金箱になるそうです。本当にクオリティが高すぎるる考えてるなというところでございますんであのこれで500円玉で貯金をしていただいて次期モデルの購入もこの貯金箱って <laughs> そういう意味ね。<laughs> でもやっぱこれでディスプレイされてるって大事ですよねディスプレイも見た目って資格ってやっぱり大事ですよね買うのが楽しくない感じがしますと出した買いがあるそう出したお金をさらに500円で貯めるといいですね別に1000冊入れてもいいですけどねまたたまったらカバー買うそうですぜひお楽しみだきたいということでなかなか面白い端末なのでぜひチャンスがあれば皆さんもお店でご覧頂ければと思いますはい